おい、どうでしょう。お前ちょっと、そ、そのその顔ちょっとお前のお前そのいやちょっとあの、お前そのちょっと一つ言わせて。なになに、抹茶抹茶みたいな顔みたいな。抹茶抹茶じゃあらへんねん。抹茶コングみたいな。抹茶コングね、いたけども。お前、でもお前このカツラのさ、うん、名前の人知ってる。お前これ武藤優衣じゃないんだ。これ武藤優衣じゃない。武藤優衣覚醒しすぎやろ。武藤優衣不良ありすぎやろ。確かに武藤優衣にしてはここ長いなと思って。毎年言ってた、我々ね、毎年模試の企画あるじゃないですか。あれは私たちにとってね、試練の企画じゃないですか。今までね、ぬるすぎた。自分らの大学よりも以下の大学ばっか受けて。え、そんな以下のか。以下じゃないよ別に。阪大受けて、名古屋受けて。でも俺はまだまだチャレンジ精神失いたくない。ということで、元阪大生が京都大学の模試受けに行ったら A 判定取れるのか。無理でしょ。ということで、今がね、試験10日前ぐらいですよ。はい、まあ、試験大体10日前ぐらいなんですよ。関西で大学一番って言ったら京大ですか。まさか能弁で行くわけにいかないということで、今回はみっちり勉強していきます。京大と言ったら阪大と大きな違いが一つありまして、理系なのに国語があるんです。だから今回元予備校教師の人の授業も受けに行きます。結構ちょっと京大対策してもらっていいですかっていう目標は B で、もし B が出たらもうそれは合格と。みたいな、 B はすごい。この企画においてはね、正直 B すごいから。 B 相当すごいよマジで。はい、ということで京都大学への勉強に向けてやっていきたいと思います。ということで、メイクイトパスボールグッズ世界大学ランキング45位。あの物理はですね、まあ結構穴埋めチックですね。ね、E は何でしょう、 U は何でしょう、 A は何でしょうって感じでずーっと穴埋めです。だから簡単なんじゃ。何がなめてますけど、センターやと思ったら。何が大事かというと、時間内に文章を理解して情報処理する能力っていうのが求められる。なるほどなるほど。だからそれをやってほしいんですけど、なんと科学もなんと結構近いです。穴埋めが結構あります。こうやってこういうところでむしろ点取ってほしいです。あ、確かに。だから計算とかは正直全部多分対策できないんですよ、10日間で。多分ね、4割とか取ったら多分、ね、偏差値50ぐらいなんですよ。いける気がする。ワンチャン、4割っていけそうな気しません。4割はいけるな。いけそうな気しません。いけそう、いけそうな気しません。いけそうな気はする。いけそうな気するって言ってください。いけそうな気だけするで。はい。で、英語は、もう和訳と英作文だけです。逆にいけるな。逆にいけるって感じですね。で、和訳は、基本的に間に合わない可能性があります。だから、素早く読むっていうのをちょっと取り戻してもらいたい。素早く読んで、素早く情報を処理する。念願の会話をいつも俺処理してるから。おー、それでかいですね。私はだいぶあの就活の時怒られましたよ、早口すぎるって。で、まあ、最後数学です。数学はもうね、分野を絞ってやった方が多分いいっす。もう10日間になってくると。で、毎年出てるのが整数っすね。ここに載ってる赤本は全年出てますねぐらい整数と、まあ、当然微分積分は絶対出ますけど、我々 YouTube やった本業ですから、なかなかその合間にねやるっていう効率が求められるんで、この勉強。それせこいな。そうそう、それもそれそれそれハンデや。それだいぶハンデだから、戦略を持ってやるっていうことで、見たことない記号があるやつは多分みんな解けてないんで解かなくていいです。見たことない記号がついてるやつ。そんな問題出てくる。そう、あと空間図形の問題は結構出るんですよ。多分な、微分積分の問題と整数の問題は多分1ずつ出る。そこを落とさずにやれるかってところを今からね勉強して、でも勉強の材料は持ってきたんだ。ああ。それではね、我々京都大学に向けて勉強していきたいと思います。それではレッツスタート。ドン。よし、どこ。僕ほんまに去年名古屋受けてる時に思ったのは、一番忘れてるの物理ですね、完全に。科学や、どう考えても。いや、なんか科学の方が、なんか覚えてるよ、お前。スンとかのおかげで覚えてるよね。逆に解けるな。逆に解けてます、今。逆にいけてる、これ。大きい公式とか知らんくても、正攻法で解けるっていうのは。逆に普通のやつも解けてる感じ。受験生の努力をことごとく奪うやつが来てほしい。だから、
どっちかっていうと難問来てほしくない。難問っていうか、なんていうか、受験生が対策してないんだよけど、よう見たら解けるってやつが来たらもうワンチャンある。それ儲けやで、ほんまに儲けやで。それあるで、正気。兄弟はもう完全に回答重視やから部分点ないから部分点ないから回答重視やから。いやすごい、だから今年だから受験で入学する子らってやっぱすごいんじゃない。そうなんだ。実は結構ちょっと困難を乗り越えた感ある。自分で自分一人で困難に打ち勝つっていうできる子なんだ。いや素晴らしい。自己管理能力の高い子供たちがやっぱ入ってくるって。ああ、ってことは今年もしかしたらノーベル賞候補の子らが、あの素晴らしい子らが入ってくる可能性がある。はい、ということで、はい、京大の勉強してきたわけですけども、はい、我々国語が全くできないという難点が今回あるということで、元東進で、はい、なんかテキストも結構出してる、はい、先生の、まあ、少し聞けると。でちょっととりあえず一回あの話聞きに行ってみます。じゃあ、はい、じゃあ入ってみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして、花尾と申します。この方が、あの元東進の出口先生。出口先生、はい、その顔は、まあ、出口とよくいじられてる。それ田口くんね。あの元カトゥーンの元カトゥーンのそれ田口くんやけど、あの出口先生って言って、あの本も出してて、俺は受験生の時持ってたよ、システム現代文っていう本。あ、だから俺は持ってたから、俺もあの話聞いた時にお聞きしたことありますよ、名前を。いやもうだって有名な先生やから。僕ら受験生じゃないんで、効率よくなんかね、知れる情報があったら、要は楽して点取りたいってことです。はい、じゃあということで、じゃあちょっと授業にしてもらいたいと思います。お願いします。さあ、行くぞ。じゃあお願いします。お願いします。現代文の一番残されても、はいはい、先ほどあの花尾くんが楽して点を取りたい、はい、楽して点を取りたい、一番ダメなパターン。マジっすか。もう一番やってるやん、お前。ただ抜け出さない限りは一回やっても無駄。あ、もうだからお前今先生の地雷踏んだよ、お前。あ、でもまあでも逆に反面生徒みたいな感じの意味で、はいはい、俺みたいなやつはあかんと。実は東大も京大も基本的に同じで、すごく簡単。あ、簡単、本当に簡単。簡単なんすか。ただ精一杯ってどういうことか説明せよ、また次どういうことか説明せよ、はい、なぜなのか理由を説明せよ、はい、それがむずいんですよね。そうなんですよね。まあこれしかない。あ、まあまあそういうパターンは確かに少ないですね。なるほど。なぜ難しいのか、はい、というと理由は簡単であって、文章を読んで頭の中が整理できてないから。ああ、だから整理できてないことを一人分かりに説明するってことは無理じゃない。確かにそうです。確かにおっしゃる通りです。なぜ頭の中で整理ができないかといったらば、要は要点と飾りという頭の使い方ができてないから。要点と飾り、要点と飾り、はい、そう、要点の要は必要の要、中心、要ってこと。はい、でつまり長い文章でも、はい、要点と飾りでできてる。ああ、その飾りというのがさっき言った僕の無駄にあった無駄にある情報。そういうことね。そう、長い文章は飾りが多いだけ、数学の文章では飾りがあまりない。そうですね、はいはい、そこは国語の違い。なるほど。京大は結構文章長いんですか。昔は短かったけども、若干文章は、長くなってる。文章が長い、はい、へえ。ただ京大の場合は東大よりも要は記述量が多い。記述量が多い、なるほど。だから東大は意識すると簡潔に説明するに対して、京大は要は飛躍部分を補って丁寧に説明するじゃないと回答欄が埋まらない。丁寧に説明する。あ、なるほど。ってことは何時で説明せよみたいな、その何時が東大に比べて簡単に言うと多いってことですか。実は東大も京大も2つあの共通の特色があって、何時っていう時数がほとんどない、うんうん、最後の問1と2と3で最後に100から120時っていうことがあるかもしれないけど、基本的には何時って書いてない。京大の場合は傾向としては論理的な文章、評論とエッセイ、文学的な文章の2台を出すことが多いんだよね。へー、あ、なるほど。あれですね、それめっちゃ大事ですね、うん、センターみたいな感じなんですか。それめっちゃ大事ですね。そう、センターは、評論と小説。なるほど。エッセイと小説の違いは何なんでしょうか。エッセイっていうのはこれは作者が自分の思いを綴った文章、
小説は作者じゃなくて登場人物の心情。なるほど。なるほど。主語が違うと。めちゃくちゃ分かりやすい今の説明。よくね、小説の場合こんなこと言う、これ先生も多いんだけども、作者に聞いてみないと答えは分からない。はいはいはい。こういう人は結構ね、識字にも多くて、はいはい、作者に聞いてみないと分からないんだけども、はい、現代文はどう書いてあるかを聞いてる。どう書いてある？それは分かってない。どう書いてあるか聞いてるわけだから、作者はどうも関係ない。書いてあることが答え。なるほど。客観的に事実だけに目を向けると。なるほど。本文中に書いてある。で、自然言語の一番大きな特徴は何かと言ったらば、曖昧性にある。曖昧性。曖昧。曖昧。曖昧。その文が抽象。ああ、なるほど。ね、つまり一個の言葉が自由にいろんな意味になるから、有限の言葉で我々はあらゆることを表現できる。でも文章中の中では言葉は一つの意味しか持ってない。これ大原則。あ、なるほど。だから例えば桜って言っても、うん、この文章中における桜はこれですよって決まってるってことですね。確かに。なるほど。あ、なるほど。あの今日ね、あの二人本当にね、直接お会いできて、はい、本当にあのわざわざ分かってない人の代表をやってくれたって感じで、いやでもまあでもまあ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 、それはもちろんね、はい、あのセンター現代文をちょっと一応やってきましたけども、わずかな時間しかないんですけども、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。勉強するか。ということで出口先生の授業もいろいろあったんですけど、できる限りね、京大に向けて勉強したいと思います。その中でね、最高のパフォーマンス発揮できるようにね、残り時間ね、少なくともね、京都大学がどういう問題を出すか知るっていうことがかなり大事なんで、それをしっかり知れるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今日はですね、京大数学の整数問題を復習していこうかなと思います。はい、トイレ。難しいな、京大の国語。一旦終わりましたけど、初めてね、京都大学の国語を解いたんですよ。古文は無理で、無理なんやけど、無理だなら無理でありに、あの、現代文でしっかり点を取れるように頑張りますってことなんやけど、これやったな、これ。古情報ね。ユークリッドの古情報ね。整数問題っていうのはですね、基本的にもパターンなんで、あの、まあ、一見ね、とっつきにくい問題かもしれませんけども、紐解いていくと基本的にはもう10種類しかないと言われています。うん、いや、まあ5種類から10種類ぐらいって言われてて、つまりこの題が成り立つと仮定してしまうんですよね。まずこのもう成り立つって言い切ってしまう。こんなチートが許されるのか。だから俺がチャンネル登録者数900万人いったとするみたいなさ、とするみたいな、その何それみたいな夢物語みたいな過程を置くことができる。ということで、おはようございます。おはようございます。来ましたね、勝負の朝が。勝負の朝来ましたね。7時半。はい、京都大学の入試受けに行くために行くんですけども、はい、完璧です。完璧来たね。食料は完璧に用意したそっちね、もう十分というほどに。要点と飾りでしょ。そうそうそう、結局飾ってないか飾ってあるかの違いから。いや、だから文系男子はあの、うん、結構なおしゃれなやつが多いんやな。なるほどね。でもな、物理やってて思ったんやけど、次元がちょっとやっぱり2段階ぐらいよりちょっと確かに、まあでも逆に差つかへんみたいなところもあるから。あ、確かにね。でなんか、うん、でも結局でもこの時期の受験生って、うん、京大生であろうが、うん、多分完成されてへんわけやんか。いや、そうやで。うん、俺マジで、俺も英語マジで絶望して、うん、初巻ね、第一、はい、国語、そうそうそう。で、今のところ満点です、僕今のところねよく見たら簡単なんよね。でもよく見たら簡単なんよね。でも